が人生初ですか。初めて。そうですね、この形は初めてですね。テレビとかでご覧になったことあります？こうやって芸能人の方が話聞かれてるの。昔あったような気がしますけど。どうですか、実際こうやって囲まれてる。面白いですね。すみません、お仕事されてるのに。まあ、今回はあの柔軟剤の CM キャラクターということですけれども、はい、なんかすごくこう家庭的な雰囲気で、はい、あのちょっと日常を見てる感じがしたんですけど。そうですね、そういうこだわりで、うん、あの撮影させていただきました。普段からこうお家で洗濯物を畳んでる時に中山さんどんな感じですか。あ、そうですね、歌ってたりすることが多いです。あ、なるほど。ちなみに鼻歌をご自身のアイドル時代に。いや、それはめったにないですけどたまには。そんな気分の時もあるかな。でも大概あの勝手に作曲して適当に歌ってます。お家の中ではあのフランス語で生活されてるんですか、日本語で生活されてるんですか。いや、完全日本語で。あ、完全日本語、はい、でも外に出たらやっぱフランス語でお話しされる感じですよね。はい、息子さんは、フランス語も日本語もしゃべる。両方とも。なかなかご本人はフランス語っていうのを上達しました。なかなか難しいですね、やっぱり。難しいです、結構。どんなところが一番お気に入りですか。やっぱり自然が多いし、あの街の中でも、あと人々がはっきりしているので、分かりやすいから言いやすいです、はい。普段というのはこうどうやってこう、なんだろう、日常といいますか、どういう感じでこう生活されてるんですか。ごくごく普通ですね。家事をしたりとか、はい、手芸が好きなのでたまにやったりとかしてます。はい、どんなものを作りましたか、最近。最近はですね、枕カバーとか普通なんでしょう。いやー、練習しなきゃダメですね。誰かやってくださるなら全然やりますけど。いや、中山さんがそう言ったら結構乗り気な人はいるんじゃないかと思いますけどね。あ、全然ご本人的にはもう、もしお話があればって感じです。そうですね。まあ、ここの芝居どうですか、やってみて。なんか楽しかった。